13時プレゼンツリゼルルリスンレさんこんばんはリゼヘルエスタです皆さんこんでる鈴ラデルですこの番組は毎週日曜の18時から18時30分までつまり時間としては630に23時に所属する私たち二人の楽しげなトークをリッスンしてもらう番組ですということでねリゼルルリスンうん、うん、32回目ですそして今日はなんと いい夫婦の日らしいです。十一月図二十二の数字を見るってことかな。うん、なるほどね,ね。いい夫婦だね。というん、うん、ことで私たちもね、いいコンビネーションも夫婦みたいなものなの感じた。<laughs> <laughs> この流れでコンビネーションは確かにちょっとね。まあ,ねまあでも確かに中の良き目をのようなコンビネーションを発揮できた。<laughs> も,ね、も,もはや夫婦。<laughs> <laughs> ちょっと普通に照れるやつ。え、でもね、めっちゃ多分、あの初期の聞いたらびっくりすると思う。そうだね。うん。まあ、リモートだったこともあるけど。まあ、確かに。落ちとけた気がする。今、相手の会話の間合いを図れるようになってきた。そうだね。前 <laughs> <laughs>、なんか探るさで。今、思いっきりくそかぶっちゃったと思って <laughs>。もう、全然。 目が会うようになってるしなかな、ね、<laughs> 確かに怖くない大丈夫全然大最初は私の目に怖がった気がするそうルルちゃんが結構ね初期から目を見つめて話してくれるタイプだったのにの私にならなかったんです <laughs> もうだって三十二回ですから、ね、余裕でしよう32回以上も目合わせてるからに、ね、そういうことね、うん、はいということでこれからも頑張っていきたいと思いますじゃあ早速始めていきましょう二、うん、時三時プレゼンツリゼルルリッスン今夜も最後まで聞いてね リゼルルリス改めましてリゼヘルスターです鈴原ルルですここからはじゃあリスナーさんの皆さんから届いたメールを紹介していきましょうラジオネームさっさーさんからいただきましたリゼ様ルルちゃんこんなでしたー <laughs> バレました以前夏頃にお便りを読んでいたのですがその数日後妹から放たれた一言 リゼルル聞いてるでしょう <laughs> なんと妹もリゼルレディスンを聞いていることが発覚 <laughs> うん、うん、隠れオタクである私は最初びっくりしましたがラジオネームがあだ名なのでそりゃ気づかれるわと思いました <laughs> お二人はご家族友人にバレてしまったことはありますか <laughs> <laughs> ま家族とか友人に配信聞かれたりとかっていことなんだけど,ど、ね、サッサーさんだっけ、うん、サッサーさんあバレるもんなんだねそれでね<え> <laughs> すごいねリセルル聞いてるでしょ聞いてますか妹さん聞いますか <laughs> なるほどまあそんな感じでバレちゃったことは、うん、配信とかで家族が聞いてるパターンはまあよくあるけどうんうん バレちゃったっていう感じで聞かれてたことはないかな。そもそも私も聞いてることを知ってるっていう感じそ,、うんうん、そうだね。私もないな。なお姉ちゃんとかはもう知って聞いてたりとかする。お姉ちゃんはまそうだね。うん,う,んう,んうん。身内はお父さんとかは一応知ってはいるけど、うんうん、あなるほどねえ。怖いな。でもあくる日突然。<laughs> この前の？ マリオ惜しかったねって言われたらすご相当ビビるよね <laughs>。そうだね。<うん S 2> 確かに多分ないと思う。<うん S 1> なんか忘れてなければ。そうだね。まバレるっていう意味だとちょっと違う感じだね。まあ我々そもそもがの話おそらくなんと言いますかあの <laughs> <laughs> なて言い <laughs> あのバレたでしょうってこう言ってくれるんで友人のそのそもそもの数自体があ,あ,あのですね。<laughs> ね 他の内話に比べるといないね。<laughs> <laughs> そうだ、私そうだったんだ。なんかそうだな、そういう話一切出てこないなと思ったら、<laughs> うん、そうだった。そうそう気づいちゃった。<laughs> 次の代理行こうか。ちょっと締めっぽくなっちゃったぜ。たねうん、空気変えていこう。うい,いいことですからね。うん、ドキリする機会がないのは。ええー、ラジオネーム中村さんええー、リズさんルルさんこんでレスター。いつも楽しくラジオを聞いてます。 先日仕事が早く終わり空き場をブラブラしていたところゲームの先行体験会なるものがやっていましたそこは楽しく遊んだ後無事終了し帰りの電車で座り一息つこうとスマホを取り出そうとしたところスマホがありませんでした、うん、焦った自分でしたが冷静になって考えてみると先行体験会の机に置きっぱなしになっていったことを思い出し急いで戻りました。 電車の運賃が往復分きっちり取られた地味にショック、えー、スタッフさんに聞いたところそこにちゃんとあったのでよかったです、うん、お二人はこれはしまったというエピソードがあればお聞かせくださいスマホの置き忘れとかか怖いねうーんね、はあ、まあね結構やりがちだよね私そういうこと開かないから大丈夫だと思うけど、うん、置き忘れか最近の。うん あ,あ、でもどうかなそんなに心当たりないかもしれないのは私も意外とないかもしれないそれこそ私、うんまあ、スマホとかに関してはあまりそんななに見る習慣がなかったりするんだよねあ,あ、でもどうだろうるなんだろうな、うん、あのボールペンをこう、リズレルリッスンとかの収録の際に<ー>スタッフさんにボールペンを貸していただくことがあるんだけど、うん、それを。 持ち逃げ仕掛け <laughs> それはね <laughs> ある何回やったことかわかんないぐらいある <laughs> そうね初回両方とも持ち逃げ仕掛け以来は気をつけるようにしているが、うんうん、いやしてないはずきっと <laughs> 多分一個も持って帰って盗んだものはないない,ないですね,ねよかったななよかったなさそうなさそう結構ねあの惜しみなく高価なボールペン貸し、うん、ていただけるから気をつけないとってそこは思うところかな <laughs> 私それはすごいあるかもしれない どこかに忘れたと思ったらそもそも持っていなかったとか <laughs> あ<ー>あーそれすごいよくある私あ<れ>しょっちゅう持ってったと思ったら持ってってないみたいなことすごいある <laughs> あでもあるな iPad とか使おうと思って、うん、あれ、いやあないわ家だわみたいな <laughs> <laughs> そうそうそう,そう なんだろうね、そっちはすごいあるんだよね。もう少し持ち物にこう気を配った方がいいかもしれない。出る前にチェックすればいいんだよね。多分。<laughs> でも人のものはなんかより気を付けた方がいいかなって思います、うん。私人のものやっちゃう。人のものやっちゃうというかなんかこの台本にしろ何にしろ自分で手に持ったものをデビ様のぬいぐるみとか、もうあれもうずっと手から離さないみたいな現象。閉まっちゃうよーってなっちゃうのかもしれないね。台本の隙間にね閉まっちゃうからね。 気をつけていこう気をつけなきゃいけないなって <laughs> <laughs> ことでねじゃ次のえっとラジオ読みたい <laughs> ラジオネームね <laughs> 違うな <laughs> <laughs> ってちゃった私のが <laughs> 読みたいと思います <laughs> ラジオネームプロミネンスさんからいただきました <うん S 1> リゼさんデル,ルさんコーネルエスター,スターお二人は今までに数々のシチュエーションボイスを出してきたと思いますうん。 えーと逆にこういう場面を迎えたらこう言われたいみたいな願望はありますか私は街で急に異形の怪物に襲われてもうダメかと思ったその時見たこともない武器を持った謎の、えー、と少女が割って入ってきて説明はあと。 今はあれを片付けるよって声をかけられたい願望をずっと抱いて生きていますが一向にその時が来ません願わくば二次三次公式から未知の敵を倒すために一緒に戦闘ボイスをお待ちしております一応ねまあこのラジオスタッフさんもいるので、うん、頼むだけ頼む一緒になんだっけえっとね共闘ボイスだね <laughs> でも悲しいかなめちゃめちゃシチュエーションわかるうんありそうちょっと願望はね私もこういうのはある正直もうそれこそあれじゃんクラスだみんなには内緒だよとかさそうそうそうね憧れあるよねあるあるあるめっちゃ中二心なんか通じてくるものがあるけど怪我はなかった普段はディメンションゲートを通らない限り会わないはずいくらでも出てくる 一緒にせん共闘ボイス効果音とかやばそうだね、うん、めちゃくちゃ <laughs> ね<え>魔法の音とか入りそう、うん、自分もさちょっと言ってみたいワードとかもあるじゃんあるあるなんか今パッと出たりするえな何だろうあの敵私が先にやっちゃっていいとか。<laughs> <laughs> <laughs> それ中二病って戦って,てしまっても構わんのだろう,よ <laughs> うだ、ね。構わんのだろう。いやでもわかる気がするわね。ゴトラック5とかまで進んだらもうさ、ね、どうしよう私の力だけじゃ無理みたい。君の力も貸してもらえるみたいな感じで問いかけ方になるんでしょ。うん、ちょっと思うんだ。いいね。一緒に戦ってくれる <laughs> みたいな。ね。ね未知の力もね。いや欲しいなこれ。うん 個人的に私も聞きたい結構我々もノリノリになってきたのでうん、うん、もしかしたら実現するかもしれないです、ねね、いや違うあるの絶対 <laughs> その時はぜひご購入いただいて <laughs> お願いします <laughs> いや面白い, <laughs> いや面白いね本当にじゃ <laughs> もう1回いけじゃあリジェ様お願いしますはい、えー、ラジオネームアラヤシさんリズ様ルルちゃんこんばんは毎週日曜日の630が来るのを楽しみにしています <laughs> 最近新しくスマホを購入したのですがまままだ操操作作になれずよく操作ミスをしてしてまいます特に打ち込みミスと変換ミスが多く仕事の上司に「お疲れ様です」「明日の納品スケジュールです」と打ち込んだところ「お疲れ様です」「明日の納品スケルトンです」と打ってしまったり <laughs> 友人とチャットで喧嘩した時「しばらくお前とは話さん!」が「しばらくお前は話さん!」になったり。<laughs> <laughs> この「お前のことを絶対話さない」の方ですね、えー、上司からは「もうハロウィンは終わったぞ父に返してきなさい」「スケルトンをですね」<laughs> と怒られ友人からは「ごめん謝るから話してそういう趣味ないから」<laughs> とドン引きされました <laughs> 友人とはその後必死の弁明で誤解を解くことができ無事仲直りできました <laughs> リゼルルのお二人はもし5時脱字をした際どうやってごまかしていますか <laughs> ぜひ参考にさせてください,いなるほどなに どっちもあれすごい分かるな私めっちゃしちゃうんだよねいやあ自立し結構確かにルルちゃんはたびたびツイートで見るイメージがあるもうねしょっちゅうもうしょっちゅうすぎて弁明すらしないもうそのままねもう仕方ないもんリプライで「こういうことだよねきっと」みたいな推測のリプがついてるよねなんかねその訂正しようと思って訂正したらそこも間違えてるみたいな3連続であったのそれがやめようと思った ごめんなさい間違えましたみたいなのも間違え間違えましたみたいな感じになってて <laughs> もうやめようと思ったいやでもあるよね私もね結構最近だった気がするあの兄弟に「うん、あのありがとうじゃあ何々の,あの資料を送って」みたいなことを送ったんだけどうん、うん、その資料の字が「資料の方を」「<laughs> 資料になで資料を送って」のね <laughs> 兄弟から「そう」 ちょうどハロウィンですね。時期的な感じで言うと。<laughs> 資料送られたら困るね <laughs>。<laughs> 本当に送っていいのかみたいなのが来てて笑った覚えがあります。気づかなかったんだけどそそれに返事が来るまで。あるよねそういうの。<laughs> <laughs> あれ。リゼルルのラインでゴ時はさすがにない。ああどうだろう。今のところはないんじゃない。なないかあでも意識してめなんかそのさ、うん、ゴジ達私あんまりされても気にし。 しなかったりするし私も気にしないね<え>あるかもしれないけど、まあ、<っ>大きなものはないよねなぁやった方がやった後にご変還だったら資料だったら例えば後から資料って補足して打ったりしてるからうん、うん、やったかどうか覚えてないでもね一回私気づいたのあった,ったレジ様にさ、うん、あの名前が 俺一時期マージャン大会やっててで名前変わった時にうん、うん、リジャー時刻ヘルエスタみたいなので漢字、うん、になってた時に私ねその変換を間違えてた。 あ、ほんと、うん、そううそなんかしかもねすごい間違い方してた気がするんだけど<ジ>多分気づいてないなと思ったからスルーしてたのさすがにね元の間違い方というか元の字面がえぐすぎて多分ちょっとやそっとの間違いでも結構えぐい間違いして,してたんだけどまあまあでも気づいてなさそうだからいったなって思ったのはあるあ、なんかまあ普段リゼ・ヘルエスタってきちんと呼んでくれてれば全然でしょうっけ ?LINE <laughs> <laughs> の相性ばっちりということでね、うん、皆さんもご変化には気をつけてくださいはい。 えー、それではたくさんのお便りありがとうございました引き続き私たちへのメッセージや相談事など何でもお待ちしております